本日この後大臣国会日程がございますのでご協力よろしくお願いいたします。それではご質問の方マイクを使ってご質問ください。どうぞ。最初で恐縮です。フリーランス記者の上出です。前回火曜日も同じ質問したんですが、歴史認識のことで質問します。アメリカの、議会調査局がですね、かなり厳しい批判の文書、これからの、そのアジアの安定にとってですね、懸念されるというようなですね、そういうのが来ております。でこれ今後の日米関係の支障があるのかどうかということも含めてですね、改めまして、前回と似てますが、今度は一応非公式ではありますけれども議会の文書ということで、それに対してのご所見をお聞かせします。はい、まずですね、5月の1日付で、米連邦議会調査局が、日米関係、議会における課題と題する、調査報告書を公表したということを、承知しております。これは議会の、調査局の、報告書でありますので、議会の公式見解でもなければ、米国政府の、公式見解でもないと、認識をしております。でこの同報告書は、日米関係についての状況を随時、アップデートしていると、承知しておりますが、今回の報告書には、歴史認識についての記述も含まれているということであります。ただこの、今言いましたように、議会の調査局のこの報告書の内容について、一つ一つ、コメントするというのは控えさせていただきたいと思います。ただ歴史認識につきましては、我が国はかつて多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対し多大の損害と苦痛を与えました。安倍内閣としてこれまでの歴代内閣の立場を引き継ぐ考えであります。韓国、中国をはじめとする、近隣のこの国々、日本にとって重要なパートナーであり、これらの国々との、関係強化に引き続き、努力していくとともに、地域の平和と繁栄に積極的に貢献していきたいと考えております。以上です。他にご質問どうぞ。すみません、簡単に補足。実際に日米関係にですね、かなり今までとは違うそういう反応がある今回だけじゃなくてですね、実際にその日米関係への障害、支障になることはないとお考えでしょうか。とりあえず先ほど申し上げました、日米関係ということであれば、今回は議会の調査局のこの報告書であります。これに対していちいちこのコメントするのは控えさせていただきたいと思っています。いずれにしましても、この我が国政府の立場は今申し上げた通りであります。政府の立場、内外に理解してもらえるよう引き続き説明していきたいと考えています。他のご質問どうぞ。山下さん。朝日の山下ですが、日台の漁業協定がですね、詳細についてですね、は合意ができないまま発効となりますけれども、沖縄からの反発もあり、漁業の関係で、トラブルなども予想されるんですけれども、受け止めとどういうふうに対応していくべきか、など、お願いいたします。まず、この公益財団法人交流協会と、台湾側の後藤関係協会、日台漁業委員会の第1回目の会合を、5月7日開催し、取り決め適用水域における、操業の取り扱い等について意見交換を行ったと、承知をしております。政府としましては本取り決めの目的が達せられ、円滑な
実施が確保されるよう、日台漁業委員会の下で、沖縄県関係者の意向と懸念をしっかり踏まえた、建設的な議論ができる限り速やかに進められることを期待しております。今後はこの本取り決めの実施状況を踏まえつつ、台湾漁船の操業の在り方に関する諸課題が解決されるよう、政府としても全力を尽くしてまいりたいと存じます。同時に本取り決めの実施に伴う影響について関係漁業者の意見も十分に聞きつつ、しっかり把握した上で関係省庁が連携して必要な対策があればそれは検討していきたいと考えております。他のご質問、どうぞどうぞ。朝日新聞の山岸と申します。歴史認識の関係でもう一問お伺いいたします。侵略という言葉の取り扱いに関してなんですけれども、今しがた大臣先ほどの質問の中で安倍政権でも歴代内閣の立場を引き継ぐというふうにおっしゃいました。この歴代内閣の立場というものの中にですね、これまで村山談話以降は基本的に侵略と植民地支配に対する、お詫びという表現があったわけですけれども、安倍政権のその立場というものの中には侵略という行為、この理解も含まれるのか含まれないのか、その侵略という言葉の扱いに関してお伺いいたします。先ほど申し上げましたように、我が国はかつて多くの国々にとりわけアジア諸国の人々に対して多大な損害と苦痛を与えました。安倍内閣としてはこうしたこの歴代の内閣の立場を引き継ぐということであります。こうした立場を引き継ぐ、それに尽きていると思っています。その他のご質問は。そうしますと安倍政権としては今後も先の大戦において侵略行為があったかなかったかということに関しては言明をされないということなんでしょうか。安倍内閣としては従来の内閣と立場は変わっておりませんということを申し上げております。恐縮ですが最後、一問といたします。どなたかどうぞ。よろしいですか。それでは会見を終わります。どうもお疲れ様でした。はい。